もうじき出ますよ、大型アップデート。本日の午後5時からサーバーメンテナンスなので、大型アップデートは今日配布されます。これは開発ブログで確認済みの情報なので確定です。皆さんもまるで春の訪れを待つ花のように、この日を心待ちにしていたのではないでしょうか。さらにメンテ終了後は、新車両などを受け取ったら真っ先にライブ配信をします。私も今か今かと待つことになりますが、皆さんもいつでも見られるようにスクランブル待機をお願いします。あとこれも。それではメンテまでの間に今回のアップデートで追加される内容を一言レベルでさらっとおさらいしましょう。ちょっと早いかもしれないけど、新ロケーションミステリアスバリーなどが登場。まるで未知の冒険に飛び込むように新たな戦場が皆さんを待っています。ソラルビーの小規模チームモードも BR10.0 以上で追加。少数精度の戦いは息の合ったプレイが求められます。視覚効果が変更され、まるで映画のワンシーンのような臨場感を味わえます。地上部隊は分散され、新しい経路システムを使用。車両の車輪が撃ち落とせるようになりました。まるでおもちゃのようにダメージを受けると外れます。一部車両に新しい内部モジュールが追加。今まで無傷だった空間を撃たれたら今後はそうはいきませんよ。燃料タンクの耐久性と爆発性がアップしました。まるで花火大会のように派手な爆発が戦場を彩るでしょう。ヒートエフェスと ATGM が再調整、威力が向上します。 ATGM はちょっと勘弁してほしいけど。ヘリコプターに新しいコックピットが追加。まるでパイロットの目を通して空を飛んでいるかのような体験ができます。VR やりてえな。同時に誘導できる ARH ミサイル、FOX-3 ミサイルの本数制限が導入されます。無制限で同時に撃てるわけではないため、連携がなおさら必要になりそうです。ミサイルレーダーシーカーの最大高度が 50m に変更されました。低空飛行はまるでリンボーダンスのように精度が要求されます。これはデブサーバーの情報などで変更されているかもしれません。他にもいろいろレーダーインターフェース、フライトモーテル、インターフェースが改善。これ以上話すと編集間に合わないので、実際のシーカーデストロイアップでのライブ配信で皆さんと会えると嬉しいです。サーバーメンテが終了いつになるか分かんないんですけど、よろしくお願いします。